ほぼできたのなんだあれ。ボス、え、宮城田先輩って20日寝るのこと好きだったって知ってましたか。え、知らない。来た来た来た、ボスを知らない新情報。柳田先輩と20日寝る、まあボスも含めて街長いじゃないですか。戻りました。好きだったな。以前そうだったらしいっす。しかもどのくらいの好き度なんすかってね、軽く好きとかだったらまだね全然あれなんですよ。例えば見た目が好みとか、まあそれは別にいいじゃないですか。なんともうちょっかいを出しちゃうくらい好きだったらしいです。結構ちょっかいを出してたらしいです。柳田はあれ何、寝るのこと好きだったからそんなことしとったの。そうなんやね、本人否定して。ちょっとライアンさんのこと、ライアンさん、ライアンどうした。うん、いや絶対僕のこと好きなんだよ。そうなの。うん、あ好きなんだ。気をつけた方がいいぞ。本気で一回マジで気持ち悪いからやめてくんないって言ってみて。それちょっとガチのガチトーンで言ってみて。ガチのトーンで、うん、あのさーってガチでめん気持ち悪いからマジやめてくんないって一回それで言ってみてほしい。一つ言いたいことあるんですか。そう、マジで気持ち悪いからやめてくんない。すいません、ゴトレムと会いました。怖いんだけど、だって、だってどう。ちょっとそこのおじさん出してもらえる。なになになに、どうしたどうした。一発ぶん殴りたいから。なんでだよ。俺だよ、なんでだよ。おいクソジジイ、俺誰がクソジジイだこの野郎。あ、分かった、お前誰がお前、誰がお前ボスか、お前この野郎。気まずいや、きつ。いやー、3日間私も大変だったけど、お前たちもご苦労だったな。はい、あの3日間街を開けてすまなかった。とんでもないです。はい、さてさて、私がいない間にいつも起こる何かトラブルがあったと。はい、あたるからステーキが5キロぐらいあるんじゃないかって話を聞いているが、さてさて、誰から私はその話を聞きゃいいんだ。はい、あの自分から。どう、加えて自分も、はい、どっちから話を聞くのが正しいんだ。じゃあ最初、君から、はい、最初は自分からお願いします。で、この話をこの会議室でするのは関係ない者がいるとは思うが、私がこういう物事が起きた時にどうジャッジしたりどういう判断をするか、それをお前たちにも聞いていてほしいから同席を求めてるという認識だけ持っといてくれ。話せ。はい、まず、ボスがいない間に、また失敗とかミスを犯してしまいました。だからその内容は何やって聞いとるよ。はい、内容は、敵対組織の情報を、警察に喋ってしまいました。敵対組織の情報を警察に喋ってしまった。はい、
で、それがどうやらやろうやらと。はい、そうです。で、やろうやさんが、もともと名前を隠していたんです。警察とかに。ほう。で、それをダヨが、警察の目の前で、やろうやさん、やろうやさんだよっていうふうに言ってしまったっていう。ギャングの名前を警察に漏らした。でこれによりまあモズノダヨが、まあ、そういうギャングの機密情報とかギャング内部でのギャングでしか知らない情報を警察に流してしまう、っていうのがなってしまいました。でこれにより、まあ、モズが、まあ、タギャンからにの信頼等がなくなる可能性があるっていう状況ができてしまいました。おでで、その後、ジンペイさんにやるやさんが連絡があって、あモズのダヨくんが、こういう情報とか言ってませんかっていう連絡が来て、まあ俺が言ったので俺が言いましたっていうことを伝えてもらいました。なんかよくわかんないけど、でやるやさん側からは、あそうだったんですねって、うん、まあ信用できないですね、うん、ただ向こうは、うん、まあ何もしません、うん、っていう感じでした。全部まあざっくりやな。そうですね、詳細を伝えると、まあ、モズダヨのモズがヤルヤの名前をバラした。だからなんで警察にお前が話したって話やろ。はい、そこは、そこをはい、最初から話します。最初、ダヨは、宝石店強盗をする予定でした。そのダヨだよ、はい、そういうことではないんだよ。その何をしててどうなっ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 てって話を聞きたいわけじゃねえんだ。はい、頑張れ。どういうことかっていう過程の中で、はい、大事な要点をまとめて話せって話。頑張れ、はい、話せ。はい、ダヨが警察のとこに行って、人質を取る予定で、まあ警察署に行ってました。おそこで、大型服の話を警察から出されて、いいぞ。で、モズの戦闘服がオールインで分かりにくい。オールイン？今の戦闘服がオールインと似ている。じゃあ聞き直されたからって飛べるんじゃねえ。頑張れ大君。警察からしたすると分かりにくい、うん、っていう話を受け。そこでこう、まあ、ほぼ雑談みたいな感じで、なんだろう、大型服の、なんか、話をしてました。なんかこう、アクセントとか入れたらとか、止めるな、違う、そこは大事じゃない。は何とか、そこの中の話で、じゃあピンク入れたらどうって言われて、俺が、それは、やろうや、じゃないですか。と言って、警察がやろうや、なんかやろうやっていうなんかこう分かんない感じだったんで、やろうや868のやろうやっていうふうに説明を、説明っていうのは、あ、そのやろうやを分かっていなかったので、あ、じゃあ868かなと思って警察に。どこまで話したの？やろうやの話ですか？うん、やろうやで868って書いてやろやって読むんだけど
だけですね。そこまでですね。まあそれでも情報だからね。だけとかじゃないからね。でそこで警察が、初めて知ったっていうことを俺は後付けで死にました。ほう、ちょっと待ってな。はい、やろやないかいって言ってたもんね。やろややないかいってみんな言ったもんね、あれ。やろややないかいって、はい。あれ、うん、やろややないかいって、え、 それで、まあ、名前をバラしてしまった。俺今会話するボスと。そうだよ。え、なんで？は？最初その話した自分は、あ、知らなかったんだで終わってしまいました。進化って何？その後、まあ、いいや、はい、ほんで？その後、まあ、陣平さん、次の日陣平さんから連絡が来て、ルヤさんからこういう話があったんだけど、あ、それ僕が言っちゃいました。で、ヤルヤさんにそれを伝えたら、ヤルヤさんとしてはダイオが話しなくてはいけないのは、はい、そこではなくて、はい、お前が話せるのはその情報を漏らしてしまった、どこまで漏らしたのか、どこまで話したのか、なぜそうなったのか、なんで、はい、そこから先どうなったのかは陣平が分かる、詳しいんだろ。そうですね、はい、そしたらそれは陣平が話した方がいいや。はい、うん、じゃあとりあえずいいわ、陣平。はい、うん、頑張れ陣平。大王くんの説明を踏まえずに、一旦最初から始め、説明します。おっとっと、頑張ってきやがった。自分の視点ではまず衛星の準備をしているところに、やるやのレダー陽次郎さんから非通知で電話がかかってきました。そこで会いたいっていうふうに言われて、まあ、衛星の準備してたので、衛星を蹴っている、まあ、5分後ぐらいにまた電話かけてくださいっていうことで電話をまたして、ここに来てほしいっていうふうに、落ち合い、その場所でまず警察に多組織がやろやの警察の知らない情報を漏らしたっていうふうに、話を聞きました。で、やろやは、ま、おそらく警察から人命を伏せた状態で出来事を聞かされたっぽくて、その犯人を探していたらしい。その時点で。で、自分に話が来た段階ではもうすでにいろいろ調査済みで、ほぼモズであるところまで、突き止めている。うん、その候補、まあ、その至る経緯としては指名手配などを確認し、他の、まあ、他の組織の多分確認とかもしてるような感じの話だったので、うん、その中で、候補が、その日起きていた人物、ダヨ、デニガタ、ジョバーナ、ナタル、T3、アヌギフまでが、候補に上がっていました。名前上がるだけでお分かりだからな。自分はこの時点でモズの中に犯人がいた場合、外部から突き止められるのも時間の問題だと感じました。うん、で、他組織の情報を警察に漏洩するのは、内容問わずに信用問題に関わると自分は考えていて、もう一回言って、他組織の情報を警察に漏洩するのは、うん、内容以下に関わらず信用問題に、うん、発展すると自分は考えました。いや、それは正しい。で、現在モズはE5 の新薬に関わる護衛とか、薬の優遇などの特殊な待遇を受けてると、うん、年末にモズ自体がその年末に起こしてしまった信用問題とかからも、外部からの信用をこれ以上失うのは、避けるべきだと考えています。うん、正しい。他にもあと憶測の状態、その時点でやろやは憶測の状態で、モズに犯人なんじゃないかって当たりをつけていた状態、うんうん、で、
それを引き伸ばしにしてしまう、自分が一旦持ち帰るとかして、うん、引き伸ばしにするのも、他組織にモズがやったかもしれないっていう状態が続くのも良くないと思いました。うん、で、ヤロヤも、そのモズに対してそもそも、半グレの頃に素性を探られたりっていう点で、嫌悪感を抱いているということで、まあそんな探られて当たり前だけどな、はい、まあいいけど、ほんで？あ、嫌悪、モズに対して嫌悪感を抱いている状態、うん、でその中で犯人がやっぱモズなんじゃないかっていう状態でした。うん、その状態の上で自分視点だとボスの信用をこれ以上下げない、かつ、ボスがヤロヤに対してどういうスタンスを取るのか不明瞭だったので、うんうんうん、ボスに負担ない状態で報告を上げれる状態なのは、今だけだと判断して、うん、今モズの、筆頭候補太陽くんに話を直接聞こうというふうに提案しました。うん、でヤロヤ側に、そのもし犯人を知った上でどうするつもりかっていうのを確認したところ、うん、ヤロヤは犯人を知った上でどうこうするつもりはないというふうに言ってました。うん、何もすることはないというヤロヤの対応を聞いた上で自分がダイオ君にそれならば、というふうに電話をかけて、うん、ダイオ君が、まあ、そこで無実であればそこですぐ晴らせるし、ダイオ君が犯人だった場合でもそのさっき説明した通りの理由で、スピード解決が重視だと思ったのでダイオ君に電話確認したところ、ダイオ君は、自分がやったというふうに、言って、そこで確定をヤロヤさんに伝えたという形になります。でヤロヤ側は把握を終えて、まあ、謝罪もいらないという組織としてモズを捉えるだけという状態で、自分は終わりました。自分とヤロヤさんの話は終わりました。まあ、うん、わかりやすいね、わかりやすいけどお腹痛いね。今回のケース、まあ、ヤロヤ側の、まあ、表として、まあダイオ君にやった行為は、まず警察に対してギャングが他組織の情報をわざわざ喋る必要はないよねというのと、うん、警察が知らない反応をした上でさらに続けてヤロヤの、他組織の情報を話し始めたというところに問題視してます。そこは何なの？追撃えぐいよな。そこは何？そこが不明瞭だ。自分が聞いた話ではヤロヤの、名前868って書いてヤロヤっていう表記をするんだよっていうことと、なんか、うん、言うなんだっけ、ヤロヤにとなんか名前に関することをダイオ君が喋っていた。それダイオお前言ってないじゃないか。いや、最初に警官がやろうやって聞いてハテナだったので、名前の由来っていうところまでについてはお前わしに言ってないじゃん。ダイオ君バットです。これダイオ君バットです。由来はわからないです。これダイオ君バットです。俺が言ったのは868って書いてやろうやだよっていう、やろうやだよ。いや、ダイオ君名前の由来とかまでは言ってないと。はい、表記の仕方がどうだったかっていうのを言った。いや、どっちにしろだね。そうですね、まあ、そこじゃないね。そこは言ってしまいました。どちらにしろだね。それでごめんな、じ。あ、で、まあその問題視しているところ、まあやるやがはまあそういうふうに続けて、ただその上でこのダイオ君が今回ダイオ君が犯人と知った上で。何もするつもりもないし、謝罪も受け入れるつもりもないし、そういう組織として捉えるだけ、それで終わり、うん、というだけで、今回、話が終わりました。ほう。で自分はそれを、情報共有チャットに、事後報告として挙げた形になります。ほう、なるほど。いいぞ、かけてくれ。はい。
なるほど。これはあの咀嚼してるからちょっと待って。これはあのよく噛まないと飲み込めないからちょっと待ってな。大学頑張った。大学んじゃねえわ。ちっぺ頑張った。とこの話の要点をあのうちのあれ衛星には頑張ってあれするけど、要するにこの話どういうことかっていうと、まあ、要約してしまえば、やるんやからしたらモズは情報をそれで簡単に流すんだね。なるほど、よくわかった。まずなだよ、はい、お前に関しては一度や二度じゃない。はい、立て。はい、でモズはやらかしとかね、自覚が足りてない、情報交換の面だ、ね。はい、お前の目指すところは何だ。ギャングのボスです。聞いて呆れる。はい、お前はわしの何を見た。もう100万回くらい聞いたこの言葉。わしの話を今まで聞いてきてなぜそうなる。わしの何を見てきた。そんなんでボスになれると思うか。なれないです。私が疑問に思うのは、まあ皆も聞いておいてほしいんだが、他組織の情報、例えば年末去年の暮れにあったこと、これは自組織の情報だった。自分たちのじゃあ薬生成場所だったりとか、まあそこにもまあ複雑ないろいろな絡みはあったにせよだ。でまあそのわしが今回の話を聞いて疑問に思うのは、まあ、正直だよ、お前が言ってしまった情報というものについてな、はい、これについては私は何か問題があるのかっていうふうには正味思うわ。お前たちもだからその他ギャングの情報ということについてどこからどこまでがまずくて、どこからどこまでがまずくないのか、これのジャッジは難しいラインだということをまず認識するべき。ただこの町で生きている以上は、まあ、多かれ少なかれ内緒にしてるもんは透けたり、内緒にしてるもんがすぐにバレたりということは経験上お前たちもあるとは思う。どこの組織に属して例えばギャングに入るってなった時に自分がどこのギャングに属しているのかというのをなぜか知っている人がいたり、そういうことっていうのはよくある話ではある。なぜこいつが知ってるみたいなことはまあ普通にあり得る話だという前提で、その名前、この名前っていうことについて内緒にしたいところはあったんだろうな、やろやっていうところ。ただしそのやろやという名前の情報、これについてじゃあ警察が知れたところで何かあるんかというふうに正味思う。なぜならやろやはもうそういう犯罪行為に及んでいるという認識があるからだ。加えてカラーについてもピンク色の装甲車を私は見たことがあるから、やろやという新興ギャングの組織がどれぐらいの期間立ち上がってから立ってるのかというのは明確にはわからないものの、今後例えばこうギャングボス同士で会議をしなくてはいけないというふうになった時に、ま、こう面と向かってこうそこの組織と何かこう接触をするっていう機会はいつか来るのかもしれんけど、今の現状の認識としてそういう組織があるというのは言わずもがなでわかるもん。そこはね、それが警察が分かっていないということ自体、警察が質の情報、警察内部の情報を我々が知るということは、警察内部に勤めている人間や潜っている人間がいない以上は無理。そうね、そこを察しろっていうのは無理だね。ただしその服装とかそういうのは警察はまあ各ギャングの対応してるから知っているであろうっていうふうに高をくくったダヨの脇の甘さはあるにしても、そう思ってしまっても仕方がないというふうにうちの組織以外でもそう思う人間がいる可能性は大いにある。そして名前がバレたぐらいで実害がないのも現状として私が認識するのは事実だと私は思う。それは向こうがどう思ってるかは知らん、私はそう感じる。加えて
もっと加えて言うなら、もしそれがバレたくないんだったら、向こうもそれなりの工夫は必要なんじゃないかというふうに私だったら考える。だからこのダイオが漏らしてしまったことに関してはそこまで大きな問題でもなくて詫びる必要すら私はないと思う。ただダイオ、はい、私が気になるのはそこではない。はい、警察とところに人質を取りに行ったところ、まあそれもそう、そこではないだろう。それは違うだろ、絶対に。なんで警察に人質を取りに行くってなってんの。そもそもここが多分僕が間違っていたところでした。警察を人質にわざわざ取りに行く理由は何の。何が目的だ。その人質だったら誰でもいいってことか。なぜ市民とかにならんの。え、そこからか。市民がちょうどいなかったため警察を取りに行ったというのがあります。頑張れ。おい、なんだって。あ、市民がいなかった。市民がいなかったなんてことないやん。心なきだっているやん。はい。心ありの市民がいなかった。なんで心ありの市民じゃなきゃダメなの。心ありの市民じゃなきゃお前は犯罪ができないんか。寂しがりやか。まあ、そう、心ありであれば交渉条件を。そんなことしないとダメなんか。柳田さん、交渉条件が多くないとダメなんか。逃げれない時間って何、勝てないんか。お前はそんなに下手くそか。それでわざわざ警察署まで行って警察を人質に取る。てか、はい、大事な。この場合によって警察署襲撃はないんか。警察まで行って警察さらう。みんなとみんなで集まって話してるんだけど、論点ちょっとずつ連れてきてて怖い。そうですね。まあでも、それでなんでその話の なんか雑談みたいな感じになって。ここは正直もう二人で。お前はおまわりの友達か。友達がおるんか。俺こんな正直な説教聞きに来たじゃない。確かにわしも後藤ちゃんは好き。あいつはイカれとるし。後藤ちゃんラブ。労力も化け物だ。だからちょっかいかけたり電話したりすることもあるよ。はい、後藤ちゃんラブ。世間話だってするさ。だからそういうことをするなということではなくて、なんでそうなったんだろうっていうことなんだよ。毎度毎度、例えばダイオがうちの組織に来る前もそう、まあ市民を人質に取るにしてもそれで下手を打ったことがあるよな。はい、うん。だしその人質の使い方をあまりうまくできずにコンシェルジュに目をつけられたこともあったな。はい。でそれの時は心ありの人質を取るなっていうふうな私は指示を出した時もあったな。はい、うん、だからなんでそうなるんやっていう話よな。都度そうなるのがなんでだってなるよな、わしからしたら。なんでわざわざそのまあ名前をその言ってしまう状況下に持ってったのがお前なんだよな。だからそれが悪いんだよ、わしからしたら。はい。例えばそれがやろやの組織からうちの評価が下がろうが、他のじゃあ組織からやろやがそういうことをだからじゃあモズの代表がどうのこうのって言って例えば言いふらしたとして、仮にね、はい、それでうちの組織がじゃあその信頼に値しないっていうふうに思おうがね、そのことだけでね思おうが、そんなもん知ったこっちゃない、わしは正直。はい。
それならそれでええし、こっからどうなのか分かんない、マシがその状況下でそういう風に言われとっても別に痛くも痒くもない、わしはね、やるんだったらやるし。お前もだから知ってるかもしれないっていう鷹をくくってたから知っとるやろっていう前提で話をしたってことやろ、だってそもそも。はい、そうです。うん、でまあもっと言えば、そのおまわりがなんでわざわざそれをや、そのやろやの人に言ったってことやろ、ジン。俺もアイマスクしよう。ちゃうの、ジンペー。わかんない、あれ、喉が、あれ聞こえてますかこれ。聞こえてるよ。あ、それに関してはちょっとはっきりと警察から聞いたっていうよりかは、警察がそう言ってたんですかって聞いて、そう言ってたっていうふうに聞きました。だからそもそも論、それも変な話やってわしは思うけどね、正味。警察がダルヤに対して情報を流した話ですね。どういうかこう経緯でそうなったのかは知らんけど、それは自分もわかんないです。うん、だからそっちもそっち仲良くしこいしやっとるんかね、じゃあ知らんけど、まあ、どういう状況か分かんないか何とも言えんけどね、それは。なんで警察がわざわざそういう例えば情報、だって別にメンバーを言ったわけじゃないんだろ。はい、名前だけです。例えばそれメンバー言いました、アジト言いましたとか、え、そのなんか名前は言わないにしても特徴言いましたとか、そういうふうなことやったらこれ結構めんどくさい話やね、それ。何のためにそんなこと言っとるんって話になるやん、具体的に、はい、アジトの位置言う理由とかね、メンバー構成言ったりとかっていう風にまで言ったらな、なんでわざわざお前がそんなこと言うなるかもしれんけど、お前はなんかそのピンクとかどうだっていう風に、そもそも服装の話をわざわざお前らに言われる筋合いねえんだよ、こっちからしたら。こっちだって何回も変えてんのは、マジで工夫を凝らして変えてるわけで、自分たちが見やすいようにするためだったりとか、ね、自分たちの組織カラーだったりとか、はい、そういうことをいろいろ考えて変えてるわけよ。マジで、あいつらが分かりにくこうか、にくかろうが何だろうが、おめえらに関係ねえだって話よ、そもそも。はい。そういう話をする必要性がまずねえって話だ。余計なお世話だよって話。はい。加えてその情報をわざわざなんかそういうふうに流してるんだとしたら、俺の標的としては、俺は警察やけどね、そうなったら。お前らがそもそも、わけのわからん警察っぽい格好してないやつだって散々いるだろうがって話なんだ、こっちからしたら。こっちの服装うんたらかんたら言ってんじゃねえって思っちゃう、わしはね。って思うわけ。こじれてきたか、これ。いや。わしらだって黒のギャングなんだから、黒の、ね、戦闘服で統一して、だったらお前らやお前、ボスがちゃんと、一個一個。一個一個頑張って消化してるから、それで全員それで統一しとけよって話じゃん。あの俺は前でそこじゃないとかっていうのは、そんなことはどうだったって今回の話については、でもそれがきっかけなわけじゃん。服装についてとやかく言われたわけだろ。でピンクのはと、はい、どうだっていうふうに言ってるわけだろ、はい、ピンクのギャングが存在するぐらいは知っとるんじゃないか。俺が突っ込んでるそこじゃないわ。だってピンクの明らかになんかずれてる時だけど、だから順ボスの話してる話には順番があるから、それを落ち着いて聞けない人いるんだけどさ、たまにね、たまにね。だって警察はそうやって犯罪者の対応してる。その人たちは多分普段からドラマ映画30秒飛ばしで見てる人。これマジ。そしたらピンクの格好してる、めんどくせえ、統一してるやつらが通るっていうのは分かるや、その警察は。そこでピンクっていうふうに言ってくるのは、お前はだからはめられてんだよ。はい、動画をね、10秒30秒飛ばしてね、見てる人たち。これで話が分からない人。で、加えてそれを何、そのやらやな組織に、もし警察がそういうふうにリークしたんだとしたら、それの根幹としての悪は、こっちらサイドからしたら、警察やな。その全部の事情を先方は知っとる。俺の時もそうだったけど、全部の事情を知って、怒られるのは裏でいいんだよ。そういうことにまで考えが行き届いていないのであれば、わしはそんなの謝る必要もないのは当然だと思う。組織としてやばい方を本当はもっと話してほしいんだよね。それでなんで怒るのっていうぐらいのレベルだ。今日。ってことでマスクします。って感じ。だからまあ、陣平が迅速に対応しようとしたということについても評価は非常に高い。
それは素晴らしいことだし、正しいことだ。ましてや、だよ、お前は先輩だろ、その陣平を。陣平にケツ吹かせたんだよ。はい。ギャングのボスになりてえって、そういう風に言って門叩いてきたやつが、自分より後に入ってきたやつにケツを吹かせた。あ、やべ、この話マシロンに書いたいかも。わしが都度最近よく言ってるのは自覚の話だよ、だよ。はい。自覚を持ってないのはお前だ。警察と仲良し恋ししたい、そうやって人質取ってやりたいって言うんだったら、半グレだってできる。なら半グレやってこいよ。って話だぞ。はい。一生半グレやっとりゃいいやないか。ギャングのボスなんて目指さんで。毎度毎度そういう風にやって人質取って失敗するんやったらそういうことやないか。それでお前周りの人間に迷惑かけとるんやったらお前そういうことや。組織の中にいる自覚がないんだよ。でもわしはそう見はい、うん、どうした？何点か訂正というかそのヤブヤさんの主張だけちょっとさせていただきたいんですけど、主張特徴？主張。主張ね、うん。主張です。はい。で、やろやさんは、その名前の、やれること自体は、全然構わない。とは言っていました。名前は、いずれバレるものというかな認識。まあ、全編我慢できなくなっちゃった。名前が、変えられるというよりかは、ギャングの他の組織の、その、名前、にしろ何にしろ情報っていうものを、警察に話したっていうこと自体を問題視していたようです。警察に対して他の組織が他の組織の情報を流した、だから流したんやない。はい、うん、わしは今の話を聞いて情報を流したんじゃなくて情報を抜かれたっていう認識なんだよ、警察に。そうそうやない？そんなだって鎌掛けみたいなもんや。だって警察がどれぐらいの情報を知ってるかなんてわからんにしても、やろうやっていうところが大型ミッション行っとる段階で、警察の中でそういう新しいギャングが立ち上がってるっていうのが分かってないわけないや、そもそも。そう、ここで陣平が言いたいことっていうのは、ヤロヤ視点ではこういうふうに思ってるっていうのを強く言ってあげたい。立ち回ってて、でもそれはボスに話す話じゃないんだよね。それは多分すごいことだと思うよ。ボスはボスとしてはこう動くとか、俺らからしたらの方が大事だから、ヤロヤからこう思われてる入れたらっていう文言についてはそこはどうでもいいんだよ、ね、それによって起こりうるマイナスは確かにあるから、そっちは考えなきゃいけない。ピンクのギャングがいるんだから、実際そのヤロヤはモズは口が軽いっていうのを周りに言いふらすことによって、言いふらすって言い方おかしいけど、なんでそんなこと、俺らが実害を得るからそこは考えなきゃいけないけど、でもヤロヤがこう思ってるのところを重要視することはなくない？それヤロヤやないかい、わしでも多分なる話なんだよね、もしかしたら。まあ時と場合によるけどね。でもそれは陣平は宿屋の他の人間の意見を大事にしてる今は、ね、内容だなっていう、もちろんモズのことを考えてるんだけど、そう、俺らは弊害についてもっと話し合わなきゃいけない。どっちかっていうと868って知ってるっていうふうに言われたら、もう何やろな、そう、宿屋が何考えたってもう、なんか服装見にくいんだよねっていう、モズはモズだからピンクの色入れたら、その仲良くするために、じゃあこれからもやろやさんにはってなることはないじゃん。ピンクはやろやでしょ。で、警察に言うのは、わしはなんかそこまで違和感を感じんのよ。ましてや内緒にしてることも知らんし、ギャングを立ち上げたこともわしも別に聞いとらんし。いやでも陣平が言いたいことはわかる。マジわかる。別に交流があるわけでもないしね。しかも正しい。ちゃんと正しいし。もし本当にバレたくなくて内緒にしたいっていう、こう行動理念で動いとるんやったら、それはだからその各組織にそれは周知させるべきやない？まあそういうふうに工夫も必要やない？警察だけに内緒にしたいっていうふうに思うやったら、ね、この中で多分この3人の中で間違ってるのは大学だけあるのかは知らんけど、そうですね、どうしてもバレたくないんやったらね、
その理念はそれぞれだけど、そもそもギャングのアジ、そのなんだテリトリーも、ジンペイとボスの言い合いにはたまに第三者が一言だけポンって投げかけてあげる方が多分いいと思ってる、俺は正直。だから別に名前なんて堂々とうちらギャングやってますでいいやん、そもそも思うんだよ。ジンペイからしたら俺はボスのことを信じてたのに、その隠したい理由が何なのかわしは知らん。俺はボスのためにってなってんのに、ボスから変なんか思ってない回答が返ってきた時のぶつかり合いがすごいことになるから。あ、でもジンペイ落ち着いて、ジンペイの言いたいことは分かるけど、そこじゃなくて一個この先を見たら、あの俺らに対しての弊害のことを考えようよとか、別にやるやのことをそこまで別に考えなくていいじゃん。情報やな、やるやに思われることによって俺らに起こる弊害の方を考えようっていうことに対してのみフォーカスを当てるんだとしたら、上げた方がその情報のレベルでそんなに躍起になってるぐらいだったら、もっと隠す努力もしてもいいんちゃうかっていうふうにも思ってしまうのは事実としてあるよね。いや、アイマスクっていいな。だって何にも交流がないし、何にも知らないんだもんなって。モニター見ないから目に優しい。たまにやろうこれ。でなんか最初はこっちの心象が悪いっていう風に言われとるのかもしれんだ、まあ、それをどういう風にだその陣平が聞いとるのか知らんけど、わしも心象はいいわけではないね。なぜならわしのことを最初探してたり探ったりしてるっていう印象を持ってたのは先にわしやから。なんかルーファスから聞いたり、他のやつから聞いたり、なんか声が低い怖い人がいる、その人を探してるどうのこうのとかいう風な話、実際は違ったけどね、その目的はね。でも私の立場からしたら、ギャングのボスで指名手配犯でね、こっちでギャングやっとって、でボスやっとって、でその人間を探してるっていう風な新規住民がおるとか言われたら、何のために、なんで、もしかしたら殺しに来てるのかもしれんやっていう風に疑って食ってかかるのは当たり前やから、わしからしたら。それが思わしかんばしくないんだったら、まあそれはボタンの掛け違いの部分はあるかもしれんけど、それはしゃあないから、そう思ってる。それで心象が悪いうんぬんかんの言われるんやったら、そこまでやねって感じ。うちの組織のメンバーの人に、例えば柳田を探してるとかいう話やったら、また別にそれは私の心象変わる。でもギャングの組織のボスを探してるっていう情報をうちの部下から私は聞いてる手前、そういうふうにやるに対しては、そういう心象を私だって持ってるのは事実です。事実で別に仲良し恋ししたいとも別に考えとらんから、別にそれはそれでいい。謝る気持ちもないし、で向こうが何か引っ掛けてこようっていうふうに思ってるんだったら、それでもそれで迎え撃つ気持ちにもなるし、向こうが何にもしないっていうんだったら、ああそうですかっていうぐらいのレベル。ただ画用に関してはそういうわけにはいかん。なぜなら警察にそういうふうに言う理由を作ってる、お前のその行動と考え方が気に入らんから。はい、物事のその核心みたいなところはそこやと私は思ってる、うん、今回に関しては警察にも文句があるし、気に入らんから。よ、さすがボス。警察誰に言ったんそれ。さすがボス、さすがボス、ボースさらって事情聞くし、わし、そんなの。あれ言ったのは、サブロー。サブロー。サブローなんだ。エビスエビスさんいいんじゃない。ランポ。誰ランポ誰。いやでもね、いや、ステートで名前を見てる。でも話したことないんだよ、俺、その人と。エビス、タブローランポ、立花ランポ、今日いる人ですね。その3名の誰かが、やるやに接触して何か話をした可能性があるから、全員さらって一人一人私が聞くわ。どうなんだろう。それはわしはわしで動くわ。お前たちは別に関わらんでいい。気をつけて。ああ、余裕余裕、大丈夫。吐かなかったら殺すし。それぐらい、わしはだからそれぐらいだるいことをされてるって感じ。警察に。まあ俺はどういう思惑でそれ聞いてる。話したいのはボスが勝ったのって。もうボスからもう一度ナンバーの話をしてもらって、今いるメンバーとすり合わせをして。だよ。まあ、やるわに関しての情報もうちょっとちゃんと欲しいね。これはわしはかなり重く捉えてると。
はい、うん、そっち話したいな。そうやろ、起きた問題に関してはもうボス、はい、お前が漏らしてしまった答えだけバンって言ってくれればいいからよりもお前の考え方の甘さ、いい、この街でギャングとして生きる自覚を感じない。はい、処遇は追って伝える。わかりました。いいな、クビにはならないだろうけど。ということだ、お前たち。いいか、情報というのは時に武器になり得るし、時に弱点になり得ることだ。薬の生成場所もしかり、レシピもしかり、アジトの場所や構成員の人数や得意不得意やその人間の細かな情報も、誰にで誰がその組織の中で私に継ぐものなのかとか、それは他の組織に対してもそう。他の組織が何を大事にしてて、何を隠したくて、それを他の組織の情報は交流を持てない以上は分からないのは当たり前だ。だが分からないことを口走るよりも、分からないものは分からないでいいし、それはな、必要な情報は我々だけで保有すればいい、そもそも。で、お前たちの中にも警察と仲良くしてるやつはおると思うわ。俺たちはギャングだし、指名手配がついてなくても人殺しは人殺しなんだ。仲良くしたい気持ちは分からなくはないわ。だとしても適度な距離感というのは自覚を持ってなきゃ取れない。自覚が持てないんであれば考え方を改めるべき。個人意もそうだ。君田さんいないけど、なのが分かる。前に私に言った白市民とか公務員に対しては多額に請求するが、ギャングや自組織に対してはその割と安めに請求するっていうのは、それはそういうことや。大丈夫、君とさんだったら来てある程度ちゃんと情報をしっかり話したこと、引けてるか引けてないかというのが大事なの。落とせば分かる、あの人は。あの人は分かる人だよ。だよ、しかもそれがボスが言ったっていう、はい、人質を取る相手、はい、ギャング以外でおもちゃじゃねえぞ、はい、取ることは犯罪なんだよ。わしらはプライドを持って犯罪できないっていうふうなに見える、わしは。はい、面白ければいい、でも面白くねえ。それはよく考えろ。以上だ。質問はあるか。それが今どうした。あ、ボスすぐこの後警察に行かれるつもりですか。ああ、ちょっといろいろなんか考えて行動に移すね。一応タブローと立花乱歩は、まあ、いるの。終わった、気にしています。 OK、 お前たちもそういう今の話を聞いて自覚するということについては今一度よう考えておいた方がいいぞ。市民もしかりだと私は思ってる。以上だ。いいぞ、質問があれば今のうち聞いてくれ。もうこの後でもいいし。いいぞ、この後ちょっと話したいことが。はいよ、じゃあわし奥にいるわ。ナタさん俺が話せないよ、ちょっとわかるし。先にさ、先に業務連絡だけしいい、先に。あ、ボス、これは普通にマジで普通の業務連絡なんですけど、加藤さんのところのナルコスいるじゃないですか、カルテル。おうおう、最近ミコダにめちゃめちゃ嗅ぎ回られてるみたいで。おう、なんかジャーニーをあそこの生成所のところとから出したり移動したりすると、なんかたまにケツから思いっきりついてくるらしいんですよね、ミコダが。だからちょっと俺らとしてもちょっと様子を見るためにもジャーニーで釣ったりしてちょっと様子見てますって。だからもしかしたら突然本当に突発的にバッとことが進んで警察と俺らが何ですか、こと構えないといけなくなる可能性はあるんで、一応それだけ。いや、ちょっと嗅ぎ回られてますと、めちゃめちゃミコダに特に。
っていう加藤さんからの、ね、そういう連絡があった、はい、向こう側全体からの連絡で。もうだいぶ苦しそうだな。まあただ一応その今のところ襲撃されたとかはないらしいですけどね。襲撃されてるぞ。あ、襲撃っていうかあれはマジで確信を持てない、ただの何やってんのなんですけど。いやだって作ってんの場所まで来てなんか言われてるって聞いてるよ。あ、それがそのあ場所が場所なんですよ。あそこ悪いんですよ、場所が。真上に生成所じゃないですかで左側行ったら鼻詰むところじゃないですか。だから警察サーマルつけたまんま通るんで、あそこの地下で加藤さんたちが4人で薬作ってたら、そりゃなんだこれってなっちゃうじゃないですか。まあ、確かにそれはそうやな。そう、熱源が出てきて、ここあんまり人いないこと、人いないけど、なんでこんなに人いるんだっつって。で、声かけてきたっていうのが最初のやつですね。それがめちゃめちゃ早かったんですよね、タイミングが。あの作り始めてからすぐだったんで。なるほど。なんで警察もあそこは一応怪しんでると。で、特に筆頭で動いてつけてきたりするのが見事だよと。っていう話です。で、それはあくまでも業務連絡なんで、それだけです。ああ、わかったわかった。昨日あったことなんですけど。どうした？自分はその言葉ダヨさんから聞いてないんですけど、うん、このダヨさんが問題を起こしたとき、銀平さんと2人で帰ったと。そこでナンバーの自分と当たる関係っていうのにもかかわらず、違うのに連絡しちゃったっていうのがあって、まあ、銀平さんも銀平さんがその状況が状況で自分たちに伝えられなかったんだけど、うん、だったらそのちょっと間違ってたらちょっと補正入れてね。うい。まず俺とかだったらさんがナンバーってこと自体が知らなくて、金平さん。あ、ボスそうなんですよ。そこ。でさ、はい。私から言わんとダメなんかった。俺からちゃんと言うべきではありましたね。まあ、正直これに関しては。私も言わんかったところはわしの落ち目やすまん。そこでまあ言われたのが、だよさんだと思うんですけど。タケに別に話さなくてもいいかなっていうギャルやの件の話。失礼します。ここの会議室入って左のボックスの中に今回の報酬分けて入れてます。了解。各自回収して行って今後ナンバーには知らせるっていう話し合いだったんですけど、まあ、それはな、その方がいい。だからそもそもわしがそれを定めたのはその別にそういう優劣ではなくて、そうですね、あれよ、その上に上げる、だからそういう風に町に用いるとか判断力の高い人間にその数字を割り振ってるんだよ。はい、判断力で私はジャッジしてるつもりだから、はい、うん、それをボスが自分の口からもう一回再認識させてあげた方がいいです。あ、分かった。どういうことかっていうと、今起こってる状態っていうのはナンバーが割り振られてる、まあ、君とさんに関しては特にボスの側近みたいな感じでナンバー2じゃないですか。で、全体の指揮だったりとか、まあ、ボスがいない時の全体的に責任を持ってくれる人の認識はみんな合ってるんですよ。ただ竹のナンバーっていうのはあくまでも戦闘面で頼れるよね。俺のナンバーっていうのは知ってた人からしたら薬は俺に預ければいいよね、はいはいはい、で終わってるんで、要するにどういうことかというと、それ以外の信用をどれくらいもらってるかとか、どこまでのそのなんて言うんだろう、任せればいいのかとか、そういう認識が皆無なんで、薬じゃなきゃ別にナタルに言う必要ないよねっていう認識なんですよ。バッチリだ。で、内容はそれ。あ、終わり？あ、まあそれ。そのだからナンバーのその意味合いみたいなのの再認識をした方がいいよねっていう。一回ちゃんと説明した方がいいです。あ、OKOKOK、よかった。あると思うので。うん、いいよ、まあ。それはまあ別に無線でも言えるようなレベルやね。ですね。もちろんね、振られた俺らも偉いっていうわけじゃないっていうのは理解してるんで、まあ、うん、まあ、ね、ある程度責任を持ってやるっていう。そうね、まあわしの信頼が高いっていうことでもなくて、その能力でわしは見るっていうふうに振ってるつもりですね、うん、そこの認識と、あとは本当にボスの口からあれですね、それはだよ、問題が起きたときは一人で解決せずみんなだとしてもやけどな、ダヨウがそれを言うのはちょっと違うか。ダヨウが、ダヨウが言うって、なんて言ったんだっけ、だな、タケに、知ってるっすね、タケに言う必要はないと思った。なんかあの場の状態でまず俺がナンバーを持っていることをまず知らないと、うん、で、もう別に、うん、もうこの状態で
なんつうんだっけ、相談、いやてか結構スピード感があって今回の話って、大学にそもそも自覚なかったんですよ、情報ポロってるっていう自覚がないんですよ、まあ、ああまあ俺らからしたら名前なんで、ギャングのタカが、俺らしてんですよこれは、俺らしてはそう、でもやるやからしたら、まあ自分たちの情報を他のギャングがポロったじゃないですか、まあそう見えるやろな、そう、陣平はそっちを重要視してたんだ今回、で、まあ、唯一陣平だけが連絡を取り合える状態で、陣平と仲が良かったらしいんで、やるやの人って陣平に直接連絡が来て、でもそのスピード感があったんで、俺らに紹介する、それを相談するとかな、なんかそういう多分テンポ感なかったんですよ今回に関しては、うん、正直分かった、まあ、今回は名前だからまだぐらいのレベルやから、だからそこが問題なんだよね、警察が鎌をかけてくることだって全然容易で考えられるのに、お前たちがまあどういうふうに接してるか知らんけど、まあ、タケはまあよう聞いとけよ、まあ、おい仲良しとるやろ、ええ、うん、サブローとか殺すでわしこの後まあ内容次第やけど、はいはいじゃねえよ、ちょっと辛そうにすんのやめて、うん、なんか着信音とかにしてるかもしれんけど、まあまあ趣味っていうか、もう可愛いとか思っとるか知らんけど、まあ、趣味と仕事は分けような、だからまあそういうふうなことを思っとると足元救われるんやね、場合によって時と場合によってな、はい、うん、だし1ミリも信用してらんだマシュアだって、お周りなんか、それはそうです、利用するぐらいじゃなきゃダメよ、当たり前じゃないですか、もちろんもちろん存じ上げておりますよ、まあだからそういう今回は名前だから良かったかもしれんけどっていう話だから、それぐらい自覚がねえでやってるんだって見えるわけだ、そういう組織なんですねっていうよりも、それぐらい自覚がないやつがいるんですねぐらいのスタンスで見られてしかりだなってわしは思ってるけど、そういう組織なんですねっていう風にやるんだったら別に喧嘩ふっかけて潰しちゃってもいい、わしはそもそも別に例えば今やり合ったとして負けるとはわしは思わない、だって数の暴力は強いから、実際それをアンブレラとか今までのわしの経験上は数とかで押しつぶされたら、その内容次第では構想とかのね、互いの内容に次第では全然不利で全然勝てない、全然おもんないってことは全然ありえるから、だからそれを別にわしはする気もしたくもないし、面白くもなんともない、そんなことしてもって思うから、そんなことはせんけど、わざわざ、ただ別にそれをじゃあ人数が増えるまで待つ必要もないわけだから、普通に戦うってなりゃ別にそれはそん時はそん時、はい、ってわしは思ってる実際ね、はい、ただ向こうからしたら面白くねえって思うのはまあそれは当然だとは思うけど、わしも面白くないけどな、この話を聞いて、なんでそんななんかこっちが申し訳なかったですっていうスタンスなんかなって、なんかだよだからそうなったまである気がしなくもないわ、正直わしが例えばそれポロっちゃったとして最悪ね、どうにでもな、今回みたいなことにならんじゃねえのかなと思っちゃうんだよね、なんか別だって知らねえし内緒にしてなんて、で警察も知っとるやろと思うし、それはね、でもまあわざわざ言う必要はないのはその通りやと思うしね、だよも悪い、まあ、そう言った内容は情報だから、あくまでも向こうからの解釈だと、でもこれはねふっかけられてるってどうしても思うよね、わしはどこからっすか、知らねえおまわりが、ああ知らねえわけねえやんだって、知らないと思うか、まあ大方めっちゃ参戦してると思うから知らないはずはない、いやでも名前に関しては隠そうと思います、名前は知らんかもしれんけどさ、ピンクのギャングがおるっつうことぐらいはわかると思うよ、ああ、ね、まあまあまあ統一してやるやん、だってそうやろ、横取りも普通のミッションも
服装は統一してやらんといけんっていう法律やもん、ね、知っとるやん100と思うから、ほんまに知らんかったんかって話。ピンクのギャングが存在しない、あピンクの服を着てやってるやつらがおるかそうじゃないか知らんわけないやん。なんでそれをわざわざピンクって言ってきたんやっていうのが足は気に入らん。まあ、ただあれっすね、まあ、この話俺個人的になんですけど、この話段階に分けてボスに対応してほしくて、一旦うんそうだな、まあ、キミトスさん今日いないんでしょうがないですけど、昨日キミトスさん、タケ、ダヨ、ナタル、ジンペイで話してたんですよ。で結構ジンペイと、キミトスさんの意見が特に結構まあ、なんかなんていうんですかね、主としてるもの、その重要視してる点がちょっと2人ともずれてて、どっちの意見も分かるんで聞いてたんですけど、とりあえずジンペイとまずボスがちょっと思ってることじゃないですけど、ちょっとジンペイの思ってることを先に聞いてもらうフェーズを一回、申し訳ないんですけど時間作ってあげてもらいたいんですよね。まずジンペイの何思ってること、ジンペイがその件に関して思ってたこと、なんでジンペイ結構昨日すごい、ジンペイとキミトさん含め結構熱くなったんですよ話が。おおいいやな。でもやっぱ熱くなるってことはそこもそれほど、まあ、ジンペイも結局そのモズのためを思って今回動いたんですよ。まあそうやろうな、自分がで、うん、自分しかいない、自分がすぐに解決できると、まあ、解決はできないんですけど、まあ話ができると、でジンペイは出張ったんですよ、うん、よっぽどじゃない限りジンペイは自分の責任に負えないのにもかかわらず一人で出るような男ではないので、うん、まあその通りだ、そうってことはジンペイにはちゃんと自分がボスに対して思ってること、モズに対して思ってる意見があるんだけど、そこがキミトスさんと昨日すっげえもううわーってなってたんですよ。へ、俺もう話聞いててもうあーってなっちゃってお酒飲んだんですけど、おろや、なんでジンペイの話を一回ちょっとボスちゃんと受け止めてもらってお前は優秀やな。でそこのだからボスは今警官の云々言ってるじゃないですか、ジンペイは明らかにそうじゃないんですよ。ああなるほどね、うん、オッケーオッケー、分かった分かった。なんでまずジンペイと話をするフェースを一回作ってます。確かにそうそうよ、そうでもわしの今のフラストレーションっていうのはおまわりに向いてるんよ。分かってます、分かってます、分かってます。ただムカつくやんだって、組織としておまわりに行くボスの気持ちも分かるし、もちろんボスの意見が第一なんで、もちろんそこは片付けなきゃいけないところなんですけれども、一旦組織内のもうジンペイのその一人で行動したジンペイを称えるとともに、ジンペイのことを持ち上げつつもジンペイの話を聞いてあげてください。お前本当に、いやボスいないからあれだったっていうところあるんで、お前の意見もしかりやし、そのまっとうやと思う。そこに関しては別に俺同席する気はないんで、もう普通に2人で話してください、ちゃんと。それはな、うん、タケももちろん席外すもんで、まあ、わしはだから賞味大したことないとか言ってわし言ってるけど、賞味胃めっちゃ痛いからな今で、まあ、立派なステーキやからなこれ。まあ、それが1個です。ジンペイとボスの話し合いってまあ、うん、美味しいんだよ俺。美味しがるな、うまいんだよその匂いだけで、ご飯白米3杯いけるんで。まずそこでまず一旦まあそれが1個ですね、ボスに頼みたいこと1つ。でもう1つはさっき言ったナンバーのことの再認識じゃないんですけど、ボスがどういう気持ちでナンバーを振って、逆にナンバーを振られた人たちはもうこれからどういう意識を持ってちゃんとやっていかなきゃいけないかっていうのを、もう公に全員が聞こえる場で、うん、もう一回再認識させておいてほしいんですよね。でめんどくさいかもしれないですけど、それほんで今日またいないやつ、いやいないやつはもう今番号を振られている人がこの場にいるじゃないですか、俺とタケがいるじゃないですか、いるね、なんで俺とタケがボスがいない時にもそいつらにちゃんと説明できるように責任を持って話は聞きます。必ずそこは俺とタケが責任を持ちます。そこはそれがナンバーの仕事なんで。そうだなタケ、いいな、じゃあそれでオッケーっす。なんかオッケーっす。あくびなんか一回でもしたら、俺ら首飛ぶ覚悟でしっかり話し、もう両眼カッペラで聞くんで。よし、いいぞ。わかった。お前のナタルの主張は十分真っ当だ。私はこの後じゃあ、ジンペイから話を聞いて、で、加えて、多分おそらくキミトスは、今日、明日、おそらく明後日も多分難しいと思うんだ、わしの認識だと。なるほど。叩き落とすと。だから、いや無理やね。だから無理やね。それはね、魂のテレパシーで知ってるから、はい、
それは分かったからええわ。一応俺起きれんの7日だけっすね。いやじゃあ、もう俺が全て責任、俺が全て話を責任取ります。大丈夫大丈夫、はい、だからそな一応その警察官に対して動くのは一人ずつ縛いていくわ。わしじゃあそんなそこはもうやるってなったら、一気に行きたい、やるってなったら教えてください。動けるんで。本当に？はい、動けるんで、もちろん。まあサブローはマジでヤバそうだけどな。あいつなんか結構誰かと一緒にいること多いからな最近。俺が呼び出せますよ。うん、タケ呼び出してよ、じゃあ。ほんなら、まあそれでホイホイ来る警察のあれがって感じだからな。まあ正直まあちょっとインパウンドしてほしいっつったらそこ来るんで。来るね。そうでしょ。それうまいこと呼び出して警察の両親が100% の出すわ。あ、でも 100% ダメだ。ほんで、あとなんだろうな。20 25、いや、25までいっていい？25。じゃあ30 700 100 はダメやん。前はまあちょっと何が誰がいるって、なんとか乱歩、千葉の乱歩かな。そうっすね。と誰がおったっつったっけ。立花エビスと、エビスとサブロ、エビスって何やったっけな。青髪で上なんかお団子にしてるやつ。なんか結構早番してるイメージある。大してよくわかんないやつか。まあなんか大型の時にぬるっとくる人ってイメージ。おお、まあ、それくらい。何回いねえかわかんないよな。そんなやつはどうでもいいわ。マジ。こんな暇やないから。ほんなら。ガタロさんマジナイス。え？これもうバカだからちょっとわかんなくなっちゃった。やーいバーカバーカ。おいるよ。